あ、皆さんおはようございます。美しい国、日本のためにの時間で、あります。もう皆様方すでに、テレビ、新聞、その他メディアからですね、ご存知だと思いますが、アファーマティブアクションというのがあるんですね。これはアメリカで、の法律なんですけども、アメリカにはマイノリティといいまして、白人中心社会なんですが、黒人とかヒスパニック、メキシコ系とかですね、ヒスパニック、それから当然アジア、その他ですね、いろいろな人種が混然としてまして、よくですね、アメリカのことを人種のルツボというふうに言われますが、それほどですね、いろんな民族がこのアメリカで生活をしているということですね。それにはですね、いろいろ歴史がありまして、日本なんかもですね、1850年代でしたかね、アメリカにその第一次第二次ということで移民をしましたし、中国もまたですね、同じようにアメリカに移民するということで、アメリカの移民の歴史というのは長いわけですね。そしていろんな国からいろんな民族がアメリカに移住してくると、そして永住権を得て、その後にアメリカ市民になるということですね。そういうわけでアメリカにはですね、厳密に数えると50種類ぐらいの民族がいるそうなんですね。そういう民族、マイノリティというんですが、数が少ないというと同時に、マイナーというのは小さいという意味ですから、そのマイノリティ、というだけではなくてですね、実は社会的にですね、弱者、弱いという認識もあるわけですね。したがって、アメリカではですね、弱い者を助けるというですね、博愛の精神というんでしょうかね、そういう一つの、民主主義の、原則と言っていいかどうか分かりませんが、そういう考えが非常に強くて、マーチン・ルーター・キングというですね、この黒人の方で、マーチン・ルーター・キング・デーという休日があるぐらいですから、大変なこの民権運動というのをしましてね、それからあとはですね、非常にこの人種差別ということをしてはならないというですね、いろいろな人種差別をこのさせないような、いろんなその法律ができたわけですね。でそこでこのアファーマティブアクションというのはですね、この前、あれはハーバード大学ですね、ハーバード大学を受験した中国系の学生だと思いますが、これがですね、裁判を起こして、とうとう最高裁まで行くということになったわけです。それどういうことかって言いますとね、ハーバード大学受けるときですね、そのいろいろマイノリティ、すなわち、黒人系とかヒスパニック系とかですね、アジア系とか、もちろん白人とか、そういうふうな人種があるわけなんですが、その入学試験のこの試験の点数ですね、点数に、まさにゴルフじゃありませんけどね、ご存じの通り、ゴルフやる方はご存じの通り、ハンデっていうのがありまして、上手な人はハンデ0とか1とかですね、1桁で、の人はハンデ16とか17とかですね、まだまだこれからだなんていうのはハンデ24とかですね、まるっきりダメだなんていうのはハンデ36とかですね、そういうふうにですね、上手い人とその下手な人が、最後でこの点を合わせるときにですね、できるだけこの均衡になるようにということで、これがですね、ゴルフのハンデなんですよ。それと同じようにですね、ハーバード大学の入学試験もそのハンデがありましてね、ヒスパニック系が取った点数にプラス300点でしたかね、それから黒人系がですね、アフリカ系黒人なんですが、これが200点か250点とかっていうんですね。で、アジア系はって言ったらないんですね。
何からそうなったかというと、いろいろな点から言ってですね、アジア系の人っていうのは、分かりやすく言ったら割と平均より頭がいいんですよ。何をやらしても試験をすればですね、アジア系っていうのはほとんど上位を占めるわけなんですね。したがってですね、ハーバード大学としてもですね、アジア系の人が受験すればいい点を取るわけですから、それにですね、アジア系だからマイノリティだからといってですね、ゴルフのハンデと同じようにですね、100点とか200点とかやるっていうのは良くないというか、あまり現実的でないということでやらないわけですね。そこでこの中国の、学生さんで、最高裁までこの訴えてきたのがアジア系でですね、で当然、この合格すべきところをですね、300点も250点ももらった人がですね、いい点になっちゃってですね、その中国系の人がこの、入学できなかったと、入学試験で落ちてしまったということで、当然アメリカのことですから裁判をすればいろんなことを全部開示をされるわけで、サピーノと言いましてね、裁判が起これば大学にですね、どういうふうな、誰にどれだけの点数を与えてどうしたかっていうことを全部明らかにしなきゃならなくなるんで、これ明らかにするとですね、なるほど、このヒスパニック系と黒人にですね、大量の点数をやったために、この中国の人は入学できなかったということがもう明らかに証明されたわけですね。そこで最高裁なんですけども、この判断はですね、リベラル、民衆党系を、一応リベラルというんですが、リベラルの場合はですね、それは仕方がないだろうということになるんですよ。ところが共和党、保守派の方にするとですね、何でもかんでも弱いものをとその強いものと差をつけること自体がですね、不平等ではないかという、そういう立場にありまして、この中国系の学生の訴えはですね、支持するということなんですね。そういうその同じ大学をこの受験するのに、全く同じその受験するものに、この人にはですね300点やって、この人には200点やるということ、このこと自体がですね問題ではないかというか、このこと自体がまさに差別ではないかと、逆差別ですね。弱いからといってですね、特別にその弱いものを保護するというと納得できる話なんですが、これ大学の入試試験ということになるとですね、そこで300点をやってアジア系には、ハンデ点数をやらないということですね。だからこのところの辺が法的にいろいろ争われて、最高裁としてはですね、このアファーマティブアクションというのは憲法に反するということで退けられるということになったわけですね。私も実はですね、アメリカは長いんですが、私自身、個人的にいろんなことを見て感じるんですが、本当にね、弱いから、ちょっと言い方悪いかもしれませんけどね、マイノリティだと言ったら、なんかそれが特権みたいでですね、あれよこせこれよこせって言わんばかりのところが多いんですね。私が初めてアメリカに行ったのは1974年ですが、その時ですね、お取引、ビジネスをしてますから、そのお取引をさせていただいた銀行の支店長さん、一緒に食事したりですね、仲良かったんですが、もう嘆いてられましたね。銀行の行員の、採用があるんですね。でこの時ですね、黒人が何割、何が何割ってこう決められてるわけなんですよ。だから今度中国の学生さんで訴えたようにですね、銀行が人は取りたいと思ってるのがですね、そういう形で、試験をすると落ちちゃうわけなんです、ね。で困ったもんだということを言ってられました。そのことをよく覚えてますが、何でもかんでもですね、マイノリティ、何でもかんでも差別というのがですね、果たして、いわゆる民主主義なのかと。民主主義っていうのは自由であると同時に平等でなくてはいけないと。平等というのは何でもかんでも、一人が1万円の金もらったらこの人も1万円の金もらわなきゃいけないと、そういう意味じゃないんですよ。平等のチャンスなんですよ、ね。1万ドル儲ける人もいれば、100万ドル儲ける人もいればですね、
きっと合法で、そして、この、まあアイデアが良くて、まあ言うなればイノベーション、ね、新しい開発改革をしてというところにはお金が入ってくると、そういうことをすれば何もしないでですね、朝から晩まで右のものを左にすることしかやらないということになればですね、いつまでたっても収入は増えない。常に新しい改革改革ということで努力をしているものがですね、だんだんとこの所得も大きくなっていくという、これが民主主義であり、これが平等なんですね。ところがそれをまあ履き違えてですね、男性が15ドルもらったらですね、女性も15ドルそのもらう権利があると、まあ、こう言ってもですね、男性向きの仕事もあれば女性向きの仕事もあればですね、仕事ったっていろいろあるわけですよ。またその仕事がテキパキとできる人もいればですね、何度教えても全くできない人もいるわけなんですよ、ね、それを全く同じその時給を払うというのは果たしてですね、平等なのかというような問題、つまりアメリカにはですね、こういった問題がもうありとあらゆるところにあるわけですね。それでアファーマティブアクション、まあ、今度は違法だということになったわけなんですが、そうするとですね、もうあの黒人はその不平等だということでデモをする、今度白人はですね、白人至上主義じゃありませんけども、白人が偉いんだっていうんで、白人は白人でですね、デモをやるということで、これがまたぶつかるとかですね、まあ年がら年中、もう私も古いんですよ、1974年からずっとアメリカですから、ずっとアメリカを見てましてね、本当よくね、同じことを次から次へ繰り返すと思うんですね。でまた警官がですね、何のことはない、スピード違反の疑いで、ちょっと止まれって言ってですね、車止めて運転手をめった打ちですからね、それで、まあ、この前2年3年ぐらい前ですかね、首をこの踏んづけられてですね、窒息して死んじゃったっていうことがあって、またこれがですね、全国にデモという形になりましたけど、こんなことをもう年がら年中やってるわけですね。まあそういうことについてですね、もう少し、詳しくですね、分析をしてみたいと思っております。